ね、最後部屋アレンジっていうかやってくれて、この画角めっちゃやりにくいんですよね ちょっと、そう、ミユのストーリーでね上がってた動画、まだ私持ってます、フルバージョン持ってますよ 懐かしいな、ちょっとあれもらった時めっちゃ泣いた気がする。山さんありがとう、ジンクありがとう。そう、あのねめっちゃこうなんの、こうやってやらないとね見えないの。なんていこれね、いただいたんですよ、ちょ見えなかったかな、めっちゃ可愛いんですよこれ、私もお気に入り。カリコありがとう、ゆうたありがとう。めっちゃいい香りなの、めっちゃいい香りする、やばい、嬉しい。でもねこの後練習して汗だくになるからダメだ。嬉しい、シオンがコロッケもらって喜んでたって。そう、あのねセブンで昨日公園帰りに買ったんですよ。なんか2個買うとちょっと安くなるみたいになって、で2個買おうかなと思ったんですけど、そしたらシオンが「美味しそう」って言ったんですよ。だから「あげようか」って言ったら「いいんですか」みたいな感じやってあげました。桃缶セルジェルタンス、秋吉もありがとう。めっちゃ美味しくて、マジで美味しかったです。リーダーありがとう、スノーマンありがとう。マジで美味しかったんですよ、マジで。確かに買おうと思い始め、ありがとうございます、ぜひ来てください。20日からまたね2時、明日？違うか、明日やん2時、そうや明日や、皆さん忘れずに応募してください、ぜひ。明日か、やばいな、そっかもう20か、早いな。ね、現地のお話し会あるそうですね、無理せずぜひ来てください。大輔さんありがとう。抽選らしいですね、リアルお話し会。そう、なんか最後のメルビーアイドル、なんかもしかしたらもう一回 みたいな わかんないんですけど、ちょっと あれ？なんか聞いてた話と違うんですけど、あれ？みたいな ちょっとまだ詳細出てないから私もよくわかんないんですけど、多分この画角だから髪の毛伸びてるように見えるんですけど、いや千秋楽は出ないらしいんですけど、なんかよく分からないんですよね。はい、もしかしたら出るかもしれないんですけど、はい、ちょっとまたなんか私もよく分かってないので おかしいな本当に。そうそう、でもねチャンスがもしあるんだったら出させてもらいたいですね。はい、こっちゃんありがとう、ゆみちゃんありがとう。いや、なんかそう、それっぽい話を聞いただけで完全に出すっていう話かはわからないので、全然わからないです、わ からない、結果わからないです でもね本当に昨日のね公演が楽しくて、なんか美咲のお母さんの手紙にマジで自分に言われてる気がして泣きそうになりました。美咲のママがいいこと言ってましたね、手紙が。いやー、なんか美咲もさ、すごい同じ思いしてきたんだなと思うと泣きそうになりました。はい、めっちゃ感動しました、もううるうるしちゃった めっちゃ良かったですね。
明日から新公演のリハが始まるので、あのガチでバチバチにさっきから踊ってました。またこれから夜も踊ろうと思います。お、はじめまして、嬉しい、ありがとう。ねえ、ね、生誕祭いつになるんですかね。私もわからないけど、なんかデザインどうしようかなと思って、そう今迷ってるところです。特急有松さんありがとう。どうかしらさん、ありがとう。千秋楽出たい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 ね。生誕 T シャツどうしようかなと思っています。考えてはいます。でも全然案が出てこないです。なんかさ、大事やん結構、その誕生日に1個しか出ないからさ、どうしようと思って考えてはいるんですけど、何も決まらないです。3月になるんかな。でもお話し会までに T シャツを間に合わせなきゃいけないので、早く決めないと。学生生のテスト中、頑張ってください。テスト中って今テストな、テスト真っ最中ですか。私ももうすぐテスト、頑張ろう。ティンクありがとう、ユンジありがとう。そっか、遅れることもあるんか。なるほどね。じゃあもしかしたら遅れるかもしれないけど、皆さん来てください。新公演でもしやるってなったら最高ですね。おー、いいシオンが来ました。こっちおいでシオン、ありがとうシオン。シオンがね今コメントしてきた。終わったのかな練習。シオンまだあの曲がまだ難しいよ。もうどんぶらこじゃないよ。おいでしおみしおみ。そう、なんかいろんな呼び方してくるんですよね。もつとかもっちゃんとかもっちゃんさんとか、すごいよく分けられるなと思って聞いてます。いや、すのりさんありがとう。歌った。やっぱな、歌えそうになった。歌えそうになってた、危ないすぎる。夢見る恋はしよう。みみみん。きたー。あ、汗だくやん。怖い、怖いよ、やばい、本人登場。やばい、バリ怖い。お疲れ、終わった終わりましたか。全然終わってない。終わってないの。あれから練習すごいな。漆黒のチェイサーだってね。あれ何やったん。大阪の祭り。違う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 、あの日漆黒のチェイ、あ、言ったん。いや、え、あ
私はでも何もしてない。何もしてない。今いいもの持ってるよ。あ、やばい、落としちゃった。クッキー食べた。昨日食べた。昨日美咲がね差し入れくれて持って帰ってきてまだありました。髪の毛ツヤツヤ？髪の毛ツヤツヤ？めっちゃいい香りしない？うん、めっちゃいい匂い。やばいやばいやばい、この絵やばすぎる。この絵がやばすぎる普通に。めっちゃ。めっちゃ久しぶり。マジ？あ、でも、あ、こないだあったわ。ゆむちゃん、ありがとう。ね、やっぱ公演何回もやってもさ、ちょっと時間経つと忘れちゃうよね。昨日久しぶりになんかあれやったんじゃないですか、ウィルビーの上のポジに、2番ポジションに戻ったんで、私はそれが大変だったんです。え、もうマジでずっと練習してた。すごいな。チキセイと仲良くなったって。チキセイ、え、全然喋ってない。さっきいたのに。あれから喋んなかった、うん、あ、そうなんや。でもあれだよね、あのもっとね、もっと来てほしいよな。私とか全然来んかったけどな、行けなかった。シオンさ、先輩にはあんな話せんのに後輩にはどうしたん？なんか嫌がるのかなって思っちゃう。確かに私もあんまり話しかけれない。そうか、シオンさんありがとう。クマさん、ねえ、なんかさ、結構さ団体でいるよね、8期生は。みんな仲良しですよね。ね、本当に。だからさ、もっとさ、ね、いや、なんかこっちからさ話しかけていいものなのかわからないからさ、さ、七期も結構仲いい、仲良しだけど、八期も同じくなんかめっちゃ仲いいイメージ。確かに八期生仲いい。イメージある。めっちゃずっと一緒にいる気がする。なんかずっと団体で動いてる気がする。そう、クッキー食べなさい。みんな帰省仲良しなのって。仲良しじゃん。みんなで、昨日もね、朝にね、みんなで練習してね、そうそうそう、呼びかけたんですよ。そうそう、LINE で明日1時間前に来てくださいって呼びかけたら、みんな来てくれたんですよ。そうで、みんなで合わせて公演したら、ちょっとね、褒められたよな。ちょっとだけだけどね。そう、ちょっとだけだけど褒められて嬉しかった。前、もう昔からずっとそれをやってきてたら、もっと褒められたかもしれん。そうそう、そこが反省点よな。でもね、B2 になってもね、これから練習しようね、本当に。で、マジで拝見シオンと練習することが増えたんですけど、シオンさ、覚えるの早いからさ、なんか自分もっとさ、あの合わせていかなと思うとさ、めっちゃなんか集中できる、いいね、いい仲間や。でもこちらは覚えるのは早いけど、なんかこう細かいところが全然自分の脳内のやつでやってるから、隣の人が何してるか全然見てないから、絶対欲しい、誰かが欲しい。あー、ね、確かに。お、ダンス苦手なイメージ、苦手です。全然伸びました。そう、でもなんかさ、お互いさ、私結構細かく覚えるタイプやん、なんかここは右手やったとか言うやん。でシオンは早いから、なんかこんな感じだったっていうのを大雑把に教えてくれるんですよ。だから、なんかこっちは早いからポンって教えてくれて、私はあ、こここうだったっていうのを教えるから、めっちゃいい感じじゃない？なんか効率いい。助かるな。本当に効率いい。めっちゃ本当助かる。そう、こちらも助かってます、本当に。あ、これやったらもう2人のコンビで最強になるんかな。2人
左コンビでね。誰？左のコンビ、コンビネーション、うん、P だ。B2 に欠かせないですね。うん、マジで。ね。夜ご飯。夜ご飯？お腹空いたマジで。やばい、お腹空いた。コロッケ食べる。またコロッケ？昨日、昨日もね、もばめにもっちゃんからコロッケをもらいましたって言ったんよ。うんうんうん。コマンドケーブル。コマカン。パックポン。ありがとう。はあ。じゃあ私は。うん。終わったら行くわ。コロッケくれる人はやばい。バイバイ。シオンがまた怖いこと言ってる。シオン、何をしてるの？この家やばすぎる。バイバイ、あとでね。ちょっとクッキーを食べ終わってちょっとしたら練習再開したいと思います。マジ昨日の公演は楽しかった。うん、完食。全然なんかも、うん、豆もありがとう。うんふん、お腹空いたからご飯食べたいけど、ちょっと覚えたら、そう、もう全部覚えたんですけど、さっきでもちょっとできない箇所が何個かあって、なんかそこをできるようになったらちょっとご飯食べようかなと思ってます。明日からオンラインお話し会の2時がスタートするので、ぜひ応募してください。また詳細はツイッターにあげますので。朝、まあジムちゃんねんどろる、そう1番2番で、そのなんていうの、フロントっていうか、なんか4人しかいないからフロントもあれもないんですけど、1番2番で踊れたのがめっちゃ嬉しかった。そう、実はエンドロールのあの2番サビの前に街と嘘でなんかあのこうやってやってるんですよ。この分かった人いるかな。なんか前の人はこうやってやってて、口からこっちにしてて、私はこっちからこっちにしてるんですよ。でこれはなんかこの人がやったやつにこうやってやるっていう、なんかユナとジオンが考えたやつなんかな。そう、マーチとウーソーで、私はこっちからこの人からもらってるみたいな感じにしてるんですよ。ここがねいつもポイントって言おうとして忘れるんですけど、今更今更なんですけど、はい、めっちゃそこがねいいですね。メールね送りたいんだけど、あの練習が長引いてなかったら教授に送れます。多分いつもさ0時過ぎてさ送れないんよ。そう、1時までにしてほしいな。でもあのなるべくねモバメの件数を増やしていきたいと思っています。ふう、もちろん。でもねマジで本当にシオンのおかげであの集中力が上がった気がする。私なんかさいつもさ A メロ覚えてふうB メロ覚えてふんって感じだったんですよ。でもシオンと AB メロ覚えたら一緒に合わせて動画撮ろうっていう約束とかをしてやってるんで、すごいあのいいです、いいコンビですね。そう、順調に進んでいます。ちょっと一旦ランキング見ます。ネットフリ見たいんですけど、今見たらもう誘惑に。
ダメです。13位、豆ももありがとう。これはもっちゃんのももですか？絶対違うよね。でもありがとう。12位、リュウジありがとう、ありがとう。11位、ももかん、ありがとう。10位、ともちん、テレビ見れたら幸せ。わ、本当嬉しい、ありがとう。テレビやってる時幸せです。私も。9位、スノーマン、トンブラザーズありがとう。トンブラザーズ流行ってきた。8位、松岡信也さんありがとう、ありがとう。7位、角吉ありがとう。6位、ジュンジュン、特にどんぶらこさん早速使ってる、ありがとう。5位、ゆうと、昨日最高すぎてありがとうございます。本当に私も最高でした。はい。4位、おやまさん、感動したよ、ずっと応援するね、ありがとうございます。よろしくお願いします。あれ？ランキング変わった？なんかいなくなったんだけど。あれ？はにゃ？あれ？ちょっと待って、どこ？あ、3位、リーダー。昨日の公演楽しかった。ありがとうございます。また来てください。もしかしたらあと1回チャンスあると思うので、新公演も始まるしね、ぜひ来てください。2位、カリコありがとう。あ、やばっ久々の当選おめでとう。1位、リン、間違えた。もうなんかランキングコロコロ変わるんだけど、あれ、あ、できた、来た。1位、ジンくん、昨日の笑顔最高だった、ちょっと愛せない、ありがとうございます。これからも一生笑っていますね、ありがとうございます。最近公演とかで笑顔が、こう口をね閉める笑顔が練習して、写真とかでも最近増えてると思うんですよ。私が笑わない、笑わないっていうか笑ってるんですけど、で笑ってる、こういうね、うんで笑ってる笑顔を練習して公演とかに生かしてるんですけど、そう最近頑張ってます。そうにーってするのは得意なんですけどね、けどうんっていう時も必要なので、そう、お、練習頑張ります。4位の方、ううん、読んだかも、あれ読みましたよね。では練習に行ってきます。頑張ります。今日は 何のご飯にしよっかな。ありがとうございました。ではバイバイ、明日ね。あ、リアルお話し会応募ありがとうございます。ぜひ皆さん直接話せるらしいので、でも無理せず来てください。はい、ありがとうございました。バイバーイ。またねー。